北海道の牧場主の子供として生まれた藤沢和夫さんは、様々な動物たちに囲まれて暮らす少年時代を送る。大学を卒業後、進路を決めかねていた彼は、競走馬を学ぶため、イギリスへ渡航。そこで、人生の道を決めることとなった。やがて、彼が歩んだ道は、日本の競馬界に、偉大な金字塔を打ち立てることとなる。鳩レース。それは鍛え抜かれたアスリートの鳩たちが競争というドラマを繰り広げる熱き戦いである。競馬界のレジェンドである藤沢和夫さん。4年間にわたる本場イギリスでの競走馬の修行を終えた彼は、1977年、26歳の時に帰国した。そして、国内にある2つの厩舎で、競走馬の調教助手として働き始める。だが当時、日本の競馬界の調教は、彼がイギリスで学んだものとはかけ離れていたという。その厩舎の1年が、競走馬の調教だったんですけど、楽しくなっちゃって牧場へ行かないで厩舎で4年近くいたんですけど、父親からまたいい加減にして帰ってこいということで急遽呼び出されて、また日本に帰されて、それで父親の知り合いのとこに入れられて、それでそこで、はい、勉強して、はい、そうですね、日本の競走厩舎の経験はなかったんです。見るだけでほとんどね。それでイギリスと比べると、私が勉強してきたイギリスとかフランスとかドイツとかアイルランドとか厩舎いろいろ見させてもらったんだけど、日本の厩舎の馬ってかなりかけ離れてるくらい管理も馬の状態も違ったんで、すごくがっかりしたっていうか、大変だなって思ったのが第一印象ですよね。はい。どこが大きく違う？まず馬の状態があまり良くないっていうか、それとすごいスパルタ調教の主流で根性主義でなんかやってるような感じで、馬本位じゃないっていう調教だったんですよね。強い馬を作るんだと、鍛えなきゃっていう感じの、単純に言うとそういう印象を受けたんですよね。これでは馬は壊れるなっていうのがまず最初に感じたよね。現にそういうのも見てたから、イギリスでは壊れるってことはないし、壊れるのはみんな自分たちのせいだと、やりすぎたから、オーバーワークで壊れちゃったんだ、疲れちゃったんだと。で、日本はそうじゃなくて耐えられなかったんだと、淘汰されたんだからしょうがないっていう感じだったんですよね。それ違うでしょっていうところはやっぱりあったんですよね。弱かったんだと、しょうがないんだと。そこはもう大きな差が、全然違いますよね。はい。海外と日本の競走馬の調教に対する考え方の違いに違和感を覚えつつも、シンボリルドルフや岡部幸男といった名馬名騎手との出会いを経て、調教師として成長していった藤沢さんは、1987年に独立を決意。30代後半で茨城県美保に藤沢厩舎を構え、独り立ちを果たした。
依頼、馬なり、集団調教といったそれまでの国内の常識を覆した調教方法で次々と成果を上げていく。もちろん日本の調教の経験もなかったんで、あのイギリスで勉強したことが当時は基本だったしベストだと思ってずっとやらせてもらいましたよ。はい、そうですね。競馬は全くイギリスの競ヨーロッパの競馬と日本の競馬全くっていうか違うんだけど、やはり基本は調教の基本はイギリスにあると思います。はい、先ほどの馬なりっていうか馬がいい状態で丈夫な状態になるまでこう待つわけだけど時間がかかるわけですよ当然。そうすると調教が他から見ると催促しない調教だから緩く見え軽く見えるんじゃないですか。だからそんな調教じゃ馬は仕上がんないとか言われますよ。最初は言われたんですよ随分親切に、うん、そんなんじゃ勝てねえよとか親切にいろいろ言われましたよ。はい、いやだから当然結果を出さなきゃダメだろうからこの調教で結果を出そうということで先ほど言ったように馬なりでやはり回数を多く日頃の調教を今までのその調教よりももう少しハードな調教にしようと。それで追い切りはハードにしないと。追い切りっていうのは早い時計なんですけど追い切りをハードにすると馬が壊れちゃうから普段の調教を少し今までの通常の調教よりもレベルアップさせようということで不安っていうかすぐ勝てない。最初は1年目は8勝とか2年目は15勝とかってこう言ったんですけどそれは勝つ人は馬屋の数も少ないけどやはりたくさん勝ってるわけだから、うん、全然論外なわけですよ。ただ内容は馬が良くなってきてるんでこの子は来年もっと良くなるっていう感じもあったんでそのことに関しては不安はなかったですよね。はい、藤沢さんの信念はやがて競馬界に大輪の花を咲かせていくこととなる。1992年新興ラブリーで初の重賞勝利を挙げると翌年には同馬で G1 レースマイルチャンピオンシップを制覇。1997年には重賞13勝でJRA の年間最多重賞勝利の新記録を樹立した。翌98年待機シャトルでフランスのジャック・ルマロワ賞を勝利。2000年代に入るとダンス・イン・ザ・ムードで初のクラシック桜花賞の制覇を果たしたかと思えばゼンノロブロイで秋の天皇賞ジャパンカップ有馬記念の G1 レース3連勝と圧巻の快進撃を続けた。その活躍は JRA 歴代2位の通算1570勝という大きな金字塔を打ち立て、藤沢和夫という名は世間の誰しもが認める競馬界のレジェンドとなる。しかし満開の花もいつかはその花びらを散らすものだ。2022年に70歳の定年となった彼は引退を迎える。周囲に惜しまれながら約半世紀にわたるその長き調教師人生に別れを告げた。まあ結局は馬を大事にしとくと年齢関係なく体制するっていうか大レースを勝たしてもらってたんでやはり我慢することが一番だと思ったんですけど思ってやらせてもらってたんですけど当時はやはり早熟っていう言葉があったり外国サンバは早いうち早熟だとか言われてたんですね。ところが私やってみたら全くそんなことはなくて外国サンバも私のところで G1 と言われるレース勝った馬は何頭も7歳になってからだったんでですから
早くに使い出すとやはり早く故障したり引退するんですけど、そうすると早熟っていう言葉でこう解決されちゃったんだけど、実際はそうじゃなくてちょっと早くに使いすぎたんじゃないかと、だから壊れたんじゃないかと思いますよ私はね、はい、この頃スポーツの野球なんかでもやはりたくさん投げると早く寿命が来ちゃうんで、若いうちにあまり投げさせないようにということで大リーグなんか入っちゃってからでも制限するようになってきたんで、競走馬も鍛えるっていうところから今はやはり無事に引退させなきゃいかんから大事に使おうというふうになりつつあるんで、変わってきたんですよねやっぱりね。長き調教師生活の中で数多の名馬と出会い勝利を重ねてきた藤沢さん、その中で印象に残っている馬を尋ねると、開業したて残るから一生懸命気をつけてやってたつもりなんだけど、やはり何頭かは引退してしまったり故障したりしたんですけど、なかなかデビューできなかったり仕上がんないで手こずった馬が最後はみんな頑張ってくれたんで、もしかして最初に壊れた馬たちがこれ無事にしといたらこの子の何倍も走ったんじゃないかっていうのが早くに気づいたんですよね。持久車で結果を逆に出せなかった馬の方が印象に残る。そう、これが良かった。もっと走ったんじゃないかっていうのが最後までいい馬をダメにしちゃったんじゃないかっていうのは常にありましたよね、はい、来た時には彼らの方が良かったのになっていうのがありますよ、はい、深いですね、その話深いですね。競走馬に対するその信念で競馬界のレジェンドとなった藤沢さん、彼がレース馬との飼育を再開したのは働き盛りである知名を迎えた年齢だった。やがて定年により調教師を引退したレジェンドは次なる人生を歩き始めることとなる。その道とは少年の頃に憧れたもう一つのブラッドスポーツだった。次回レーシングピジョンストーリー若駒と青丘青丘編の3をお楽しみに。